Media Entertainment。アレクシス・ホークフィールドは静かで平和な村に暮らすごく普通の青年である。ある日彼は村の入り口で行き倒れ寸前の一人の老人を助ける。その老人こそこの世界の創造主の世を忍ぶ仮の姿であった。アレクシスの中に世を制する者の資質を見出した創造主は彼に向かってこう言った。汝が望みさえすれば神にもなれよ。その力試してみたくはないかと。自分が神になれる、それは強い憧れとなってアレクシスの心を捉える。次の瞬間、創造主が手に持った杖を一振りすると、辺り一面に光が満ち溢れ、彼の姿をかき消すように包み込んでいった。こうして彼の長い試練の旅は始まったのである。